巨人が山口俊投手35と来季の契約を結ばないことを通知したことが25日明らかになった。山口は昨季途中に米大リーグジャイアンツ傘下の 3A 球団から巨人に移籍、2年ぶりの巨人に復帰となった。昨季は15試合の登板で2勝8敗、防御率3.56だった。今季はわずか1試合の登板に終わり、ファームで調整を続けてきた。右腕は2019年25勝4敗で最多勝を獲得するなど巨人のリーグ優勝に貢献。オフに巨人から初めてポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦した。また球団は八百板卓丸外野手25と来季の契約を結ばないと通知したと発表。戸田懐正投手22へは自由契約を通知した。